はい、今日の一品です。まずは、ニンニクを一かけら皮を剥いてカットしていきます。本当は二かけらなんですが、お弁当なのでちょっと控えめにしております。そしてサラダ油を敷いたフライパンに入れて、油にニンニクの風味を移していきましょう。その間にごぼうをささがきに、20センチぐらいから30センチぐらいのごぼうをささがきにしていきます。アクを抜いておきましょう。そしたら鶏もも肉じゃない、今日は胸肉しかなかったので、胸肉の皮を取ってから皮を細かく刻んでいきます。本当はもも肉でやってください。鶏肉の味が出方が全然違うので。そして、ニンニクは取り出してから、先ほどの皮から先に焼いていきます。皮を焼いている間に今度は身を小さく刻んでいきましょう。胸肉だとやっぱり少しパサパサ感が出るので、ぜひもも肉でやってみてくださいね。皮の方がこんがり油分が抜けてきたところで、身の方を入れて白くなるまで炒めていきます。身が白くなったところでごぼうを入れます。ここで調味料を作ります。砂糖大さじ3杯に、醤油が75、これに、お酒ですね。お酒が40。これを混ぜて、
ほどの具に入れて煮詰めていきます。みりんを入れるの忘れてましたので、みりんが30ぐらいですね。そしてこんな感じに煮詰まってきたら、だいたいガスで15分ぐらい、 IH で10分強ぐらいですかね。そしたらボウルに移して、ご飯に混ぜていきます。これで鶏飯は完成ですね。味を見ながら混ぜてください。そしていつものおにぎらず、味が濃いので今日も味付け海苔で。あとは包んでなじませてカットしたら完成です。鶏飯ギラス、お弁当にどうぞ。